はい、どうも、鬼丸です。まあ、ちょっと屋上のサトウキビ畑、潰しました。まあ、畑がちょっとね、何箇所もあるっていうのがちょっとめんどくさいんで、あそこに、一箇所にもうまとめたいなと思ってます。んで、今の自動収穫装置、あるんですけど、それをもうちょっと、でかくしたいなって。この小麦畑も本当はこう4マス使えるんで、まあそれも踏まえて、あとこれもちょっと一回壊して、ここにこうズワーッと巨大なやつ作っていきたいと思ってます。で、早速やっていこうか。だから村人邪魔じゃな。
一応畑の方はこんな感じで完成間近です。水を止める。ちょっと時間差があるけどね。こんな感じで。じゃああとは蓋をしていこうか。だいぶ小麦も育ってきたんで、一回ちょっと回収してみようかな。すごい気持ちいい。よいしょ。まあ、ちょっとこの辺残念だけどな。んで植えるもちょっとめんどくせえな、もうこれ。これも自動でできたらいいんだけどな。よし。で、今思えばこれ吸着ピストンじゃなくて普通のピストンでよかったな。よいしょ。はい。で、ここも 家を壊してだいぶすっきりさせました。では、ここでまあ、ありったけの材料を使って、ちょっと巨大なサトウキビ収穫装置作っていきたいと思います。
まあ、まだちょっと半紙が足りなくて完成途中ですが、一応こんな感じになりました。こっからずわーっとサトウキビの収穫装置が続いてます。で、この辺ちょっとサトウキビないんだけど、まあ、それはおいおい、ちょっと一回作動してみようか。せーの、はい。取るときはここを走る。ダッシュで。こんな感じかな。はい、というわけで ちょっと収穫装置の拡大でした。ではでは。